こんにちは。 C チーム先祖役の橋本美和と申します。よろしくお願いします。林田真理さんからこのお話をいただいて、とっても大好きな尊敬してる先輩なので、ああ真理さんと何かご一緒できるならさせていただきたいなと思って、それで出演させていただいた。本を読んだ時にすごい可愛いなって思ったんです。二人の世界観がもうなんか愛おしくて、はあ、なんて可愛いお話なんだろうと思って、もうその愛おしいっていう気持ちが大きかったです。ああ先祖役はそうですね、すごい素敵な女性だなって思って、女性としてすごく単純に憧れる女性だなと思ってやっていて、まあ楽しくやらせていただいて、とうこちゃんは本当にお顔がまず綺麗で、初めて会った時にはすごいなんかこう綺麗、なんていうのかな、こう原石の美しさみたいなのを感じて、この作品の中でちょっと面白いセリフがたくさんあるんですけど、これをとうこちゃんに言えるかなと思ったんですけど、まあなんかとうこちゃんのキャラクターとかで一緒にお芝居の中で作らせていただいたりしたことがあるので、そこも楽しみにしていただければと思ってます。はい、稽古は本当にあっという間で、最初に本読みした時が日数で言うと結構前なんですけど、本当あっという間にここまで来たなって思って、あともう少しだ、楽しもうと思っています。はい、とっても面白くて、アニメと生演奏と、そして5チーム女優さんたちが集まってるので、本当にどのチームも絶対にそれぞれのカラーがあって素敵なので、もうどこのチームでもいいので、ぜひ見て、この夏皆さん暑くてあれな時ですけど、1時間15分くらいかな、涼みに来ていただいて、なんかいいなと思って帰ってもらえたら嬉しいです。皆さんこんにちは、 C チーム思想役の浅井瞳子です。そのアニメ、問題作のアニメのアンサーソング的な舞台っていうことと、アコーディオン演奏どうなるんだろうっていう、まずどんな感じかなって、でそれでなんかこう稽古を進めるにつれて、アニメとお芝居とアコーディオンが揃ってすっごく素敵になってますよ。結構2人芝居なので、2人の掛け合いがすごい重要になるなって思ったので、間とか2人の関係性だとか、ボケとツッコミっていうのか、そのやっぱりテンポ感とかが大事なので、そういう部分が難しいかなって思ったんですよ。であとアニメもすごい面白いので、その点でなんか私できるかなってちょっと思っちゃったんですけど、うちにすごい楽しくやらせていただいてます。ありがとうございます。子孫役楽しいです。最初に本読みした時に、先祖か子孫になるかわからない状況でどっちも読んでみて、まあ私自分のキャラクター的にも子孫かなと思いながらやってたんですけど、実際子孫進めててもなんかそのあんまり作らずに、自分のそのハッピーな感じで子孫ちゃんのその天真爛漫な感じとかできてるので、すごい楽しいです。ふわふわしてて可愛らしくて面白い方で、その美穂さんの良さがそのご先祖様のキャラクターにもつながってるというか、実際私が初めて読んだご先祖様とちょっとキャラクターが違うのも全部美和さんの良さだと思うし、その美和さんのご先祖様と私の子孫の掛け合いっていうのも面白い
くなってると思うので、ぜひ見てほしいです。その同じ台本で他の方がやられるっていうので、まあ、比較されちゃうとか思ったんですけど、なんかこうみんなの聞いてて、それぞれ本当に違うものになってる、同じ台本なのに多分全然違うんじゃないかなと思います。その動きもですし、まあ、同じ内容のはずだけは多分全然違ってるんじゃないかと思います。どの公演見てもどのチーム見ても楽しいと思います。こんにちは。舞台アンセスターズ、はじめ本当にどんなんだろう、どうなるのかなって、その想像がつかなかった部分とかもあるプラスワクワクもあって、稽古進んでとっても楽しみです。皆様に、本当にいっぱいの皆様にどの公演も、どのチームの公演も見てほしい。もちろん C チームも見てほしいです。ぜひ来てくれたら嬉しいなと思います。絶対楽しんでいただけるように頑張りますのでよろしくお願いします。舞台アンセスターズ C チームの先生役の橋本美和です。質問役の浅井智子です。8月の19日12時からと15時からと20日の16時からです。はい、ぜひ見に来てください。見に来てください。お待ちしてます。